早まってもらおうと思うから、ね、いろいろと質問されたりで、他の人もね、好きもやっておられるのにね。若い時はいろんなあの若い青年会かな、青年部もあって、やっぱこういういろんな話もしたりするんだけど、焼いて、うん、そういうことも全部なんか やっとられた、うん、やってたやってるようですね、うんうん、今日は吹きの日だとかね、うん、なんか言ってましたから、そうやね、うん、そうやそうや、吹きの日は暑くて、そこにね、天狗さんが何十体もいるんですけど、うん、それがその人の最後の仕事だったかな、結構ね、子供ぐらいの大きさなんですよ。ああ、はいはい。これぐらいの。その天狗さんがいろんな表情あるんですけど、そういうのを作って、最後作ってたの覚えてますね。そうだね、僕の場合はどちらでちょっと小さいものだからね、うん、やっぱ渡航期が中心だったから、あの時代ね、結局で七福神とか、絵と物とか、仏像とか、まあ親方お家も大体そんなような感じで、あの時昔なんかあのお盆秋終わったらなんか特に、お正月にとこの前飾るいて、はいはい、まあ、忙しくなって夜中の12時ぐらいまで、あ親方うちであの大体10月になったら、毎晩12時まで、見てね、12時だったら君が入んばい NHK の NHK でね、なんで昔、1日15日しか休みなかった。そうですね、その中でそしたらやっぱり昭和30年だってまたそうでした。ああ、でしたね、僕は行った時は、で、対一般の社会はあの大体宗教制になってきちゃったね、そうですね、こ三並みの日曜日は休みってことになってないから、そうね、だからやっぱり職人さんの世界はそんなこと言っとったら仕事にならんっていならんかって、うん、見て忙しい時はその1日15日も休まんと、ずっと、まず45日間全然休みなしに行った、それ言ったら長かったわ、調子に流れてる、そのなんていうの、和紙の量がそこで分かるんですね、和紙を入れて、真ん中入れることによって、こう押し付けてこう混ぜていくのかな、なんていうのかな、優しくこう表面をこう、いや、丸く まとまっていくな、なかなかこういうふうに思
みたいなの今見て、あ、できないと思います、ね、できないと思います。それこの間あの大学生もちょっと来て、うん、やってたんだけど、あら、土入れと今度ツタ入ったんだけどね。ツタ、ツタ、植物の、なんだ、あのツタじゃね、昔壁戸を作った時のあの藁むきってやつ、あ、藁みたいなの、うん、こうやってやっぱり、うん、この硬さと、うん、この下の画面とか見ながら、あ、その土ももう前もってかなりそうやっていっぱい作っとかれるんですね。そうやね、うん、あのやっぱこの機械で塗るからね、あ、うん、昔は、うん、これみんな手で、あの足で組んで、何でも足で組んでやっとったんです。あ、そうですね、よくあの家庭さんが足で組んでましたよね。はいはい、一番あの、なんていうの、人肌が触れて固まらなくていいとか言って、なんかそういうね、粘りが出るっていうのかな、その辺は自分でやってみてやん、初めて分かりますけどね、うん、ただ粉だけでこうやって混ぜたのがと、足の粉がと、全部したことあるんで、また分かった、この型を利用してもいいな。これもう中も入ってます。いやいや、これはあの石膏の原型で、これが本当のあの始まりない。これ石膏の原型ですか。ええ、石膏なんで、スプレーで、あ、色つけて、色つけて、イメージを。そうですね。うん、今の2階にちょっとこのできた製品はないけど。あとでちょっと実践を見てるの先生の実践を見てるの、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 面白さみたいなんで、よくものづくりの、前におしまいです試験みたいな名前で、こんな世が作ったら赤にはさ、でもやりながら、でもそれは、なんていうの、楽しまなきゃいけないよね、それはね。そうですね、最初分かんない時は、うん、何でもこう、むちゃくちゃにやっとったけど、うん、それがだんだん分かってきたら、逆に、怖くなっていくね。うん、無欲でやっとったけど、ちゃんと楽しかったよね。まあちょっと、どこ行ってでもなんか皆さん、なんか知ってはもんじゃないな。知らない人からいいな。なんか県外行った方が気楽だね。そうよね。でも今まで電話で、静かになりましたけども、ここ3年間、4年間ほど大変でした。そうだね、大変だ、なかなかこんな、あの落ち着いてちゃ仕事がだんだんできなくなっちゃってね、いろいろと用事が入ってきまして、ね、落ち着いて仕事を したくてもってできない、うん、それが辛いところだと言われますよね、
ほんで急になんかいろんな用事がね、うん、入ってくるんで、砂のあそっちの2番目にされたので埋めていくんですね。ああ今はね、うん、そんな感じ。そうですね、やっぱり乾燥してる時の方が向いてますよね、今のはね。そうですね、忘れちゃうし、うん、その辺がちゃんとなんか柔らかかったら吸わせるって言って、はあ、根元のバッターなんで水分を吸ってたら あれがそうですね、うん、そうだね、ライトの側の仕事やってらっしゃるんですね。やっぱりあの前田のお店の時代から、そうですね、あの税金を免除するとかね、そうみたいですね。特別のなんかそういう仕事が有名じゃな、うん、もう分かってた本当なんだから、うん、未来だとうち100種類からさ、こうやって、まあ、なんかどんとこう腰をつけて、なんか自分の想像というか頭の中でこうしてこう段取りいっぱいありますよね。ありますね。うん、それを、しながら、うん、まあ、うまくいくかなとか思いながら、まあ、それが成功した時のね、嬉しさというか。そうですね。うん、今だからというはやっぱりあのそういう緊張感、やっぱ前よくは綺麗にしたいとか、もっとなんかいい方法ないかとか、今まで決まったことなんかできるかとか、もうものづくりの原点みたいなものが一緒に運ぶ。昔はもう水尾町行ってね、はいはい、うん、まあ腰痛いんで思われたんやけど、なんか自然になんか、うん、
ち10年ぐらいかね。今の訓練校みたいなところですね。あ、うん、まあ、昔職業報道者だったけどね。失礼ですけど、聞きますけど、あの仕上げも全部ご自分で。まあ、仕上げは、あの着色はちょっとね、着色は立川さんに言ってやな、結局着色もやれたら、ちょっと一応、原料とかなんとか言ってやり方はなかったんだけど、あれはまだ1年目、名前 10年ぐらいかかるような世界だからね。うん、同じ着色でも煮込みとか製造とか、焼き色とかいろいろありますから。一応芋のは僕も総型とか焼き型とか、いろんな洋型とか一応やってきて、なんかガス型とか。そこでもあれが粘土が変わって、同じ粘土でずっとやってるんですか。いやこれは今、幅空き、一つだけのちょっと、前の鋳型がこうちょっと傷んどくから、修正してもらってですね。あるのは美容師やっとくから。何回か使えるんですか。焼き方は一回一回全部壊してしまいます。どんな綺麗にパカッと割れてでも壊しますね。和紙をどんどんまた吸い込むっていうことなんですかね。和紙はですね、うん、土と土をつなぐ。あ、つなぐやつですか。あと燃えた時に、あの地金の中からね流し込んだなんかガスが出るらしいんだけど、その燃えた繊維の中から、ガスが外へ抜けていくのか、セルフなんかね。ああ、そういうことですか。持って、このツタンの、空間ができるから、抜けるとか。ガス抜けの役割するんですね。それと土がこう、空間ができることによって融通が効くというかね。だからこれ焼いて膨張したり収縮したり土はするんだけど、その歪みとかある程度うまくこうなじませるというか考
取り持ってくれるというか、うん、なんか和紙ってね、すごいだから、この和紙の量で、はい、そういうなんかこう、ことが変化するという、だから今田の焼き方もゆっくりと焼き上げる方法と、普通ダーッと焼き上げていくけど、ほんとだゆっくりやっぱやった方が水がなくて綺麗な焼き物ができますよね。その辺が分かっとってやるか分からんとってやるとかで、今のが研究しない、そうやっぱり一つの研究やわね。ただ同じことをやって漠然とやっとったら、まあ、10年、20年やっとっても今のが綺麗にならないで、これは全く言わなしで仕上げたな、してない、してないの、してない、綺麗、だから気がとったらほとんど触れなくてもいいぐらい、こっちだったらこれ、威張りみたいなね、出るんだけど、ほんとほんと、すごいですね、こういう点もこんなところでもね、うん、なんかすごいな、きめも細かいし、うん、こういう、これがこの土の、紙土の釣り方で、あー、きれいですわ、あんまりあの手を加えすぎると、あの微妙なところで削ったりするとおかしくなりますもんね。そうなんですよ、うん、こういう輪を下手な仕上げ屋さんやったら、うん、形を崩してしまって、そうそうそう、こうやっても機械にかけるとこないですよね。ないです、ないです、うん、全部安いって手で、まあ、ロストよりいいかもしれない、綺麗ですね、なんか切れがあるっていうのかな、あの美肌の温かみと、あの、ピリッと、あのピリッとしたところありますよね、尖った、それなりのか、尖ったところというか、この細かい、こういったね、きちっとあの布の前の前で出てるんで、出てますね、あの足のね、こんなところとか、膝とか、そういうところみんな足も寄せ入れてね、いや、これは本当に大変な、重たいが大変な仕事だと思います、うん、この面積は、でも元気ね、やったかな、だから、そんな小田坊さんの、昔なんか小田坊さん、このたまたま死のが、またのこう工事写真を作り合いになって、終わりまでお願いしますって言って、なんでこれを取られてしまったけどね。ああ、そうやね、あの、ちゃんちゃん、それを作ったっていうのはすごく大事なことですよね、著作権とか、そうです、そうです、昔は、高田さんが結構なんかね、そういうルーツでしたね、ルーツ意外に正しいね、意外そう。
そうそうそう。なんかね。挨拶もらってどうですかってことをちょっと、何十回か何百回か知りませんけど、何人だって言ってますかね。ね。あとは、水検査とかやっぱ。そうです、そうですよ。うん、ピンホールでね、うん、まあ、針の穴みたいな、はいはい、まあ、結んで、はい、あるばやからね、はい、だから一晩置いとかないね、置いとかないですね、うん、それであとなんかピッチ流したりとかいろいろとなったと思うけど、うん、そうなの、そんなのピッチはまた良くないですよね、うん、その現地にいたら耐えるためにはそれな
材の下準備、ね、これはねワンコーテでも抜かすと抜かすといやあの時やわとかなんかこういう君の細かいしまった、うん、まあ並ぶまですよね。そうですね。例えば、ね、顔の表情とかね、うん、目がちょっと、うんうん、プロキャラができたりしてね顔が変形するんですよね。だから今言われた足の指とか、うんうん、ちょっとだかったりしたら、うん、毛の表情にしてもみんな微妙に変わって後で下げようと思っても難しいんですよね。そういうことをこう女の使命までも思いながら、うんうん、だから仕事ってあの、うん、一つ一つの、うん、心を込めて、うんうん、やる大切さみたいな、うんうん、この指一本一本にもあの作品に対して直角に押さえるように、うんあちょっとでもこうやって押さえたら、はい、そういうふうにこう、落ちますよね、変化するからね。すべての基本ですよね。その包みを入れるにしても直角にピッと入れるものと横からでドンと入れるものと、うん、そうですね。違いますもんね。うん、なんか逆に言うとこれまでできた時のその。また割って、綺麗なとったら本当になんかほっと、まあ、嬉しい嬉しい、ね、やったーいう感じです。やったー、思わずあの段を割んでもいいとこだそうだから人を見とったら、おかしからがいいかいや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 、本当私その気持ちわかる、うん、できた時のなんていうのやったー、うん、自分の達成感成果だね1ヶ月の成果、うん、はい、まあ、10日からというかね、うん、あのこういうまでやってるとこってあんまビデオ撮って、うん、みんな映すと思うけどねやっぱまあ意味はまだねなんかわからんなんかねじゃあ皆さん知らんでやろう。
初年が 80% 全く年齢とかしてたけせんべいの寿司様ここで切り入れて寿司様型作ってしまう手抜き、まあ、手抜きじゃおかしいけど、早くやれたらこういうことせんとってそれで最初ばっかりこうやってつけとけば綺麗ですね。あとで、楽です。ここで乾いてしまったらやりにくいわですか、カッチンカッチン。大変ですよ。ね。本当、でも、芋のは湯道ですよね。どこに、どこ、郊外とか入れて、なんか、あの仏像でも、まずそういうことを頭に入れて、考えて。どうせ。今は大体最初にこうやって、僕は仲間でもしそう何人もいるけど、きれいやしね、あのゴミ食い言うてね、後で平で削ってやっと、最初からこの人だけやる。
の砂を上手にその箇所その箇所に使い分けてね、それなんかやっぱ有意識の気持ちでもね、一個が緊急当てた時にも何人だとかはね、やっぱミスする時危ないですよ。タイミングはだから、まあ、だけ頭数が割れてね。
経験者ばっかりだから、うん、ちゃんとそうね、うん、そう言ってさえ難しいと思うよ、うん、ある程度機械を持ち上げたりとかね、うん、の湯の量とかね、うん、温度とかそれはあれこそ一品一品やからね、うんうん、ちゃんといいやろ、うん、あれだけ計算通りできる人は今少ないよね、うん、東京の西藤さんっていう方でね、はいはい、ますよね、うん、東京の方でね、うん、西藤先生の場合って、たぶん上下とか、うん、その程度やろ、半年半とこじゃ、うん、中に流して後でまた流してきてる、だから手数なかったら、うん、手数必要ですよね。まあやっぱり職人さんがあれだけに持ってやからできるわけね。そう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 。あんまり焼き方でやったらまた今度焼き方ってあれだけ保温が効きますからね。あ、そうだね、やっぱね、900度で、ね、今とは前提焼くからね、うん、あんま冷めんまで、その900度でまだ焼いて、その後すぐ回してもいいですか。いや、僕は一応400度ぐらいまで冷ますはいいんだけどね、だからその勘でやってるからね、うん、湯口の中見てやっとくけども、湯口の中と、例えばここを乗せてやったら、ここの温度、この中の温度が増しますから、うん、その日の温度にもし、ある程度湿度とか温度がやっぱり出るんですか。全部変わりますね。ね、変わりますね。うん、心配しようと。夏場はやっぱなんか、私いつも思われるなんて書いてあるんだよね、決まっとったら、そういうことできるわね。
たんですよね。特にこんな深いところはこれちゃんとくような縮みが出せるから、これをこうやってやるの締める、固くする、締めて、まあ、締めてるもん、そう、締め込むんです、浮いてるところを手を戻すっていうか、全体の時も、こういう中締めをやって、こうやって叩いて、そうですね、うん、これね、ある程度乾燥させたものを溶けているところはね、そうですね、すごいあれですね、こういう、硬くしたら必ず縮むわよね、特にこんな深いところはこれちゃんとくらいの縮みが出せるから、これをこうやってやると締める、締めて、まあ、締めてるわ、浮いてるところを手を戻すと、なかなか若い人がね、
だろう戦後ですよね。たまたま何もうち来たことがあるけども、こんな大変な仕事知らなかったやつ、うん、これはダメですわ、うん、やろううち、あの、そうだもん。そう、うん、だから今は大安風へへへでもね、あの、習ったことを忠実にきちっとできるってやらないと、自分でオリジナルで好きなようにやってるとまた道逸れちゃうんですよね。結局ね、手抜き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 、うん、僕はこのね、手抜きをほどそいって、うん、基本を習ってきたことが、うん、あんまり今の残ったねえかな。あ、本当にお若い時にね。そうそう。まあ中学校行かないで、うん、ね、行くなったら一回そこ行った方がいい言われて、うん、高岡にあったんですね、そういう、まあ、訓練所みたいな職業。昔ね、うん、中川にかな。はいはいはい。富山県工業試験所。工業試験所ありましたね。あの中に。あったんですね。公園高校の横に、ありましたね、そういうのが。うん。何がやったの？彫金とかの。そうです、彫金です。佐野さんとかね、教えてらっしゃった。あと富田さんとかね。富田さん。高岡の芸術学部、富山芸術学部にも中金って何ですか？中金ありますよね。中金はありますよね。ありますよね。それがやっぱ、ね、あの、伸び伸びとやってあるからね。やっぱ研究機関っていうもんかね。最終的にはああいうとこしか乗っていかんと思うんだよね。だからああいうところで乗せたのが徹底して、なんか日本の技もこういう奥深さみたいなのを知らないけど、先生があったとも仲良く写真があったんだけどね。本当はあの戦いができた時は高岡にそういった若い人を残そうっていう意味があったんですよね。まあそうですね。それはなかなか若い方がそういった仕事にはデザインとかなんかをやってるけど、実際ものづくりの中ではそんなに。やっぱり2年生と4年生とちょっと違うんですね。違いますね。これからですかね、まあ、あの、受け入れ側もちょっと受け入れ側にも問題ありますね。問題があると思う。まあ、両方に上がらない。学校出てきた人たちは、自分たち何かちゃんと勉強してきたがいる。社会でたら、あの、勉強してきたら、そんなすぐさ向かせんからね。また、ほんとに、遺伝子っていうのね、やっぱね、学校で行きたいけど。先生があったとも仲良くさせてもらったんだけど、本
人は高田ができた時は高岡にそういった若い人を残そうっていう意味があったんですよね。まあそうですね。それはなかなか若い方がそういった仕事に、まあデザインとかなんかはやってるけど、うん、実際ものづくりの中ではそんなに高田でた人何人かはまあ知ってますか。やっぱり2年生と4年生とちょっと違うわけですね。違いますね。これからですかね、もし。まあ、受け入れ側もちょっと。受け入れ側にも問題ありますね。問題があると思う。まあ、両方にあがね。学校出てきた人たちは、自分たち何かちゃんと勉強してきたがいる、一つのなんかプライドみたいなのを持ってるから。どこも社会でもないけど、いきなり社会でたら勉強してきたとかそんなすぐさもいかせんからね。まだほんの一輪っていうのやんかね、学校で行きたいけど、もし一回そう一回捨てて一回習い直すまでやった方が、よく、言われるんですけど、学校で自分で習うのは現場で習うのね。
業してさ、やっぱ時間がなかったりとか集中してやるのではどうしようかって、夜中とかさ、やってやりくわけ、やっぱ電話が変わってきたりとかさ、やっぱ電話変わってきたら電話けに行かすね。まだまだこれちょっと時間が消えて、だから。